こんばんは、三田村千春です。最近はですね、私、昔からなんですけど映画を見るのがすごく好きで、映画館にもよく行きますし、レンタルしてきてよく一人で夜とか映画を見て過ごしています。そんな中作った新曲なんですけれども、もう一度会ってはくれませんかという曲で、大事な人がある日突然いなくなっちゃったら自分はどうなってしまうのかなっていうふうに考えていた時があって、すごくこう、辛くなってきたんですね。でそんな時に多分泣き叫んだりとか豆き散らしたりとか、そういうことよりもそんなことするエネルギーも多分湧いてこないくって、もうなんか自分だけぽっかりなんか時が止まってしまったような、そんな風になるんではないかなと思って、なんかそんなところを切り取って曲にしようと思ってこの曲を書きました。そしてその曲のミュージックビデオではですね、本当に今言ったみたいな、周りはこう時が移り変わって季節が移り変わっていくんだけど、そこになんか取り残された自分、止まってしまった時間みたいな様子が映像でも表されているようなミュージックビデオになっていると思いますので、ぜひ見ていただきたいなと思います。それでは私のミュージックビデオ、もう一度会ってはくれませんか、ご覧ください。三田村千春でした。またお会いしましょう。バイバイ。こんにちは、日本で活動中の横山瑠璃香です。今日は韓国で行われている CJ ビクター合弁会社設立発表会に参加できなかったことをとても残念に思います。韓国と日本で CJ&M とビクターエンターテインメントが手を結ぶということで、これからどんな風になっていくのかすごく楽しみです。近いうちに CJ ビクターから韓国の皆さんにお会いできることをとても楽しみにしています。また日本でも韓国のアーティストの皆様にお会いできることをすごく楽しみにしています。 CJ ビクターおめでとうございます。一緒に頑張ります。よろしくお願いします。 CJ ビクターおめでとうございます。一緒に頑張ります。よろしくお願いします。ミュージックシェルフをご覧の皆さん、こんにちは、三田村千春です。4月16日リリースの寝そべった夕暮れを切り裂いてバスは行くなんですけれども、こちらはですね、ビギナーズラック前作のファーストミニアルバムを発売した後に書いた曲がほとんどで、そんな7曲が入っているんですけど、夕焼けとか夕暮れみたいにこう一瞬で変わってしまうような、一瞬でちょっと経てば忘れてしまうような、ちょっとした微妙な心の揺れとか感情と感情の隙間とか、なんかそういうものを 見落とさずに切り取って、言葉に音楽にしたような7曲になっていると思います。より今のリアルな今の私自身が、詰め込まれた1枚になっていると思います。サウンド的にもこうアコースティックギターと声、言葉っていうのがすごく前面に出た、シンプルなんですけどすごく立体的にグルービーにかっこいいサウンドになっていますので、ぜひ聴いていただきたいなと思います。そしてですね、このミニアルバムを持って、いろんなところでインストアライブとかイベントにも出演させていただくんですけど、なんといっても5月10日土曜日、マウントレーニアホール渋谷プレジャーにてメジャーデビューしてから初めてワンマンライブをさせていただきます。久しぶりのワンマンということで気合が入っておりますので、ぜひお時間作っていただけたらいいなと思っております。よろしくお願いします。ということで以上、三田村千春でした。